としてはやっぱり私の一番弱い部分ね、その胃腸、心臓がこう締め付けられるような感じで、ふっとこうあれさっきガス湿ったかなっていうのも、そういう不安がやっぱり雑念の一つなわけなんですね、私にとって。だからとにかくなんとかそのこれをこの症状を自分の力で打ち消そうとか対峙しようっていう努力を繰り返せば繰り返すほど、どん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 あの症状はひどくなってきました。逆にこうやって対面して診察室で会ってる時に、この机を思い切り叩いてごらんなさいって言うんですよ。で、叩いてどうだって言うと痛いです。この痛さが症状なんでね、強く叩かなかったら痛くない。つまり強く叩くっていうことは、その力があるから強く叩くんで、それはよりよく生きようとするっていうことに置き換えて考えてる。その街歩いてても、人からその自分の顔とか笑われてるんじゃないかっていう、焦るんですけど、やっぱり不安で何か行動を起こせないって。体で経験して悟るわけですよ、自覚するわけですね。これは知的な理解とは違うわけだ。あの体験的に得得することですよね。今は変わりましたね。症状を持ちながらできてる自分が自分なんだっていう認めるようになりました。だから正直になったんだと思います。集団の中に入っていくのがとても怖くて、絶えずその人の気持ちを、なんていうか思惑をいつも考えて、考えずにいられなくなってしまって、でその結果こう、その人は私のことを悪く思ってるんじゃないかとかいうふうに、すごく相手のことを疑ってしまって、雑巾縫いをし、食事をしているうちにがっくりの落ち込みはどっかに行っていましたって書いてあります、はい、こういうことなんですよ。つまりその落ち込んだ気持ちを自分で操作しようとしてもどうにもならないんですね、はい、落ち込んだまま雑巾縫いや食事をしているうちにいつの間にか消えている、そういうことを素直に受け止めてほしい。少しずつなんか、例えばふっと気がついた時に、あ、今ちょっと心が流れてたなっていうことを自分で実感することがあるっていう意味のことを書いていますけど、はいはい、そういうのは、あ、こういうこともあるんだなっていうふうに素直にそれを受け止めるっていうことが大切だと思うんですね、はい、
がずっと、まあ、引きこもりみたいな時期もありましたから、無職で、あと仕事もまあ1週間でやめちゃったりとか、だから今2年続いてるし、いわゆる対人恐怖の症状なんですね、うん、要するに自分の持っている神経症が強がるってことですよね。そうなんですよね、うん、だから妙にこう、なんていうか人の言葉尻っていうのが気になったりとか、うん、普段流せるようなことを言われても、うん、それに引っかかっちゃう。そうね、気持ちはね、きっとわかるね。ただそれはセルフグループの意味をよく分かってない方の考え方で、セルフヘルプグループの原則は同じ悩みを持っていて、それでそこから回復したいと思っている方たちが集まって、自分のこう共通の体験を語り合って、それでそこで回復していくという、ことなんですね、原則的に言うと。そうです。そこには出したくて今日は参りました。ちょっと皆さんをびっくりさせるかなとは思うんですけれども、1ヶ月ほど前から実は抑うつ状態に陥っておりまして、僕がその状態をだいぶやったの、いろいろね、悔やむこととか焦ることとか、早くこの状態から抜けたいとかね、そういう気持ちもあったけど、いや、まずね、今日1日何するか、全ないことですね。とろうとろうって意識することじゃなくて、そういう生活をこうちゃんとすることによって結果取れてるっていう。目の周りに、それでいいのよとか、悩んでるあなたでまた悩みを聞いて、悩みを聞いたことが良かったって言ってくれるんですから。ですから、その悩みを持ったままの自分がここではこんなに受け入れられるんだなっていう。やっぱ目指しているものは、その神経症を治そうではなくって、快適な生活のスタイルをいかに自分が身につけて生活していくか、ただそれだけなんだなって話を聞いていて、ストンと落ちまして、今日は来た甲斐があったなっていうのを本当に。何が取り去れないかって、そういうことを気にするっていうことね、何かの対象に気になる、気にする、気遣う、これは必要なんですね。大いに気にしていい、大いに気遣っていい、でも同時に気遣いながら自分のやるべきことをやっていく、そこに調和が取れる。Thank you.